はい、お世話になってます。サラリーマンの一人ごとです。始まりました。お疲れ様です。今日はですね、何日や、4月18日、今日はね、あのセンスほんまにセンスね、なんか今ね、あの飲食でちょっと並行してやってた仕事があって、飲食で、ほんで、なんかね、そこでスイーツが出るんですよ。まああってね。で、こう、皿に、まあ、ケーキ乗せたりとか、まあなんか乗せたりして、その周りをこう、なんすかあれ、ソース。ラズベリーソース的なやつを、こう、シャ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 とか、チョン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 みたいな感じで、おしゃれにやんなきゃいけないんですよ。で、まあなんかやっぱこう答えがないですね。答えがなくて、まあ、こういう風にしてみたら、ああいう風にしてみたらみたいなのはもらってるんですけど、センスはない本当にマジでセンスがなくて、なんかね、もう何回もセンスないって言われてるんですけど、で今日はちょっと別の人でやってもらってて、んで、まあ、イマジネーション出してみてとか言われるんすけど、もう停止、本当にもう動きが止まる。え、じゃイマジネーション、イマジネーションってもう意味わかるけど意味わからんみたいな、もう本当に全く出てこないすくて、もうその場で携帯調べてこういう感じかなみたいな感じでシャシャってやったんすけど、なんかもうみたいな、ちょっと鼻で笑われたりとかしていやー本当に、まあなんか今日が一個ちょっともうボンって崖から落とされた感じなんですけど、いやセンスってどうやって磨くんだろうなって、ほんまにめちゃめちゃ思って、今日そう、まあそれを楽器じゃないですけど、今までのこの積み重ね、ポン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 積み重ねてきたもんで、まあ今日ついにちょっと、センスちょっと磨かないとやばいなみたいなのすごい思って、でもなんかこう、なんか英語ができるようになるとか、なんだ、料理ができるようになるとかってこう積み重ねじゃないですか。毎日例えば勉強するとか、毎日料理作ってみるとかって、こう上手くなっていくっていうのがあるんですけど、センスって何みたいな、積み重ねなのかみたいな、なんか難しいなってすげえ思ったんですよね。まあこの考えてる時点でもセンスないと思うんですけど、いやなんかでも一回本でそのセンスとは知識であるとか、センスとは経験であるみたいなのを書いてあって、結構それはなんか腑に落ちたんですよ。例えばこう今まで見て聞いたものが自分のこうイマジネーションとしてポンって出せるとかあるじゃないですか。だから、ああでも確かにセンスって経験とか、そう今までこう見てきたものとか感じてきたこととか、なんだ、まあ、出会ってきた人の服とかあるじゃないですか。そういうので自分のセンスがこう積み重なってるんやろうなみたいなのは、まあ、なんやかんやは分かるんですよね。でも本当にそれだけなのかって言われたらまたちゃうなっていうところもどうしてもやっぱあるんで、なんかないんすかね、センスの磨き方、センスってもうないんやねんって感じですけどね。いやー難しいなと思って、なんか本当何してんすかね、センスがいい人っていうのは。本当にもうセンスがいい人ってこう、その人だけじゃなくて、例えば周りの知り合いとか友達とかもめちゃめちゃセンス良かったりするじゃないですか。なんかその辺ってやっぱそういうあれなんかな、その人がセンスいいからそういう人が集まってくるのかなとかもありますよね。自分の周り、いやでもセンスいい人おるっちゃおるな。いやなんかすごいそこをこうめっちゃ考えさせられて今日、ああセンスだなーって、センスって何なんやろなーみたいなのすごい思ったっすね。ありますか皆さん、センス、私これしてるからセンスめちゃめちゃあるよとか、
これ言うのでセンス伸ばしてきたよみたいなのあったら、ほんまにむちゃくちゃ教えてほしいですね。センス、難しいですね。それ磨けるもんなんかなとかもあるし、っていうのをちょっと今日思ったんで記録しとこうと思って記録してます。なんでちょっとぜひね、センス、あれば教えてほしいです。本当にちょっとセンスこれから磨いていかないといけないなって本当に思ったっていう動画です。はい。もしなんかね、本当こういうのやった方がいいよとか、こういうのをやってたら自分のなんか美的センスみたいなの変わってくるよみたいなのがあれば、ぜひ教えてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。さよなら。